おはようございます。おはようございます。今日はですね、なんと私1週間のワンオペをしておりまして、今日はその5日目になります。なので1日 Vlog をワンオペ1日 Vlog を撮っていこうと思います。いやー、5日目になって、なんか最初は意外といけんじゃんと思ったんですけど、5日目になっていやー大変って思って、でも結構予定は詰め込んでるので、今日はですね、曇ってるんですけど、もうすぐハロウィンということで、なんか六本木ヒルズで行われるハロウィンのなんかに私の姉が参加しようって言われたので、姪っ子と私の子供と一緒に参加してきます。なんですけど、まずは子供を起こしに行きます。今ね、別々に寝てるから、ちょっと起こしに行ってきます。今日全然眠れなかった。なんだろう、4時間ぐらいしか寝れなかった。コンタクトつけました。今日はハロウィンで行くよ。可愛いでしょ、こっちかが一番幸せなんだよな。おはようございます。ゴロパパに電話するか。こちゃがして、こちゃがして。本当にはとってもたらさせ、全部食べました。危ないよ、そこはダメだよ。電話だよ。おはよう。おはようパパってほら見て。そう、今からねお出かけしてくる。これをゲットしました。あ、ここかな、もらいました、ゲット。頑張れ、いけいけパパ。今日はですね、ウーバーでーすね。もう一人の時はウーバーに頼りまくりです。
まあいいでしょう。今日はね、焼き鳥食べたくて焼き鳥ウーバーしました。居酒屋に行きたいけど行けないから。待って、これ何番の？え、5本って書いてあったんだけど。10本入ってました。間違えた。じゃあ焼き鳥と焼きおにぎり、コロッケ、居酒屋料理です。イエーイ。いただきます。焼き鳥、焼き鳥、焼き鳥。今長崎との試合を見つつ夜ご飯をいただきます。今回1回はちゃんと自炊してよって旦那さんと約束したんですけど、1回もまだ自炊していません。やばい。まあね、そんな日もあるでしょうっていうことで、もう最近ずりばいしだしてやれることがたくさん増えたから、なんかまあ目離してどっか行っちゃうっていう悩みはあるけど、なんかあ、おいしそう、いただきます。やば、うん、おいしい。なんか何したらいいかなとか、そういう悩みが最近結構なくなってきた。原さん今日絶好調だね。試合おいしい。なんでこういうところの焼きおにぎりってこんなおいしいの？最近はね、ちょっと近況を話しながら、最近はこっちゃんが一人のお部屋で寝だしたんですよ。っていうのも、もうちょっと経ったら本当に時間が芽生えそうって、最近結構確かにママじゃなきゃ泣くようにとかなってきたりとかちょっとしてて、まあ多分普通よりはない方なんだけど、でもそれが結構悪化したら、なんて言うんだろう、一人で寝れなくなっちゃうなと思って一人立ちしました。まあこっちはね、結構ベビーモニター絶対必須だし気になるし結構頻繁に見ちゃうんだけど、ただなんか別れて寝た方が、まあ大人も子供も快適っていうのも、なんか旦那さん1週間いなくて今ワンオペじゃん。だけどだからこそさ、一緒にその間はまあ寝よっかなみたいな、ベッドも広いし一緒に連れてきて寝よっかなと思って一回連れてきたんだけど、全然こっちゃんの方が居心地悪そうで、え、一人の方が寝やすいのかなみたいな、すっごいたくさん寝るようになったの一人だと。逆にね、なんか前はちょっとの変化にも気づいてたっていうのもあって、あ、ミルク飲ませようかなと思って、結構まあ5時間に1回とかね、あげる時もあったけど、今は、まあ、時期もあるのかな、10時間ぐらい寝てくれることも多くて本当にありがたい。でもそうしたら朝ももう起こしに行くのが楽しみで、ギュースで、うん、仲良く朝を過ごして離乳食も始まったし、なんかちょっと生活のリズムがルーティン化されてきました。どうしたの？ママいるよ。ということでこっちゃんも無事一人で寝ました。からちょっとね、お片付けしながらこっちゃんが最近遊んでるおもちゃたちを紹介します。急に Vlog じゃない。あのね、すっごい汚いじゃんってさ思う人も多分いると思うんですよ。見て、汚くない？このぐらい散りばめた方がね、最近ずりばやするからね、広範囲で移動してくれるの。これはなんかすごい今歯が痒いみたいで、友達にもらったやつ、カミカミしてなんか脳にいいっていう、このボール。あとこれはめいっ子が作ったカランカラン、可愛くない？カランカランの上にね、これをね編んでくれたの。これをすごい大切に使ってます。あとこれ普通におむつ替えのやつだけど、これすごい好きなのよ。これあとこれは
旦那さんの、あ、そうそうそう、お姉ちゃんの旦那さんのお母様が作ってくれた。やばくないこれ、クオリティめちゃ高くない？これもすごい最近好きなの。鈴も入ってるから、やっぱ音が好きなのかな。ジンベエザメもすごいこちゃん好きだからこれでしょ。このピアノを弾けるようになったので、こういう風にしてもう常にオンにして弾かしてます。これで弾いて、なんかメドレーとかもここでやれるやついただいたので、これすごいいい。なんか児童館とかでも結構こういうの売ってる。クマーロンハーマンで買いました。あとね、これが一番好きなんだよね。ペットボトルなんだけどやばくない？私が作った、まあ一応汚いから念入りに洗って、もうこれをこっちゃん用にして、お名前とかちょっとここに書いてみて、でお水毎日変えてて入れると、なんかコロ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 ってこうやって転がして、それをずっと追ってる。最近いつも、もう大好きセット遊んでますよこれで。うちは結構そう追求してほしいというか、なんか一つのもので一生懸命遊んでほしいな、飽きないでほしいなっていう気持ちがなんとなく、まあね、親のエゴですけどあるので、まあ、一応これだけで今んとこは。あと絵本いっぱいあるけど、絵本はねたくさんあります。これはね結構まんべんなく全部好きだから、これを散りばめとくと、あ見つけたって感じでまた行ってなんかやって、あ見つけたって感じでいろんなとこにこのおもちゃたちを見つけて、なんか一人で遊んでくれるから最近は嬉しい。定位置に戻します。やっぱねこのねカゴがすごいいいんですよ。だからここに戻す。ということで1日 Vlog でした。おやすみなさい。またやるねー。